登校で家にずっとおる中で、なんで自分なんかに生まれてしもたてやろう、自己嫌悪、自己否定の日々の中でした。俺は人生の変わるものと出会いました。心を込めて伝え続けていきます。こんにちは、源太です。今日の動画はお家で源太の講演会シャープ1。普段日本中で小学校や中学校や高校や時に大学まで行かしてもらったり、いろんな学校で、そしてまた PTA の方々やったり大人の方々にもいろんな形で講演会させてもらうよってですね、その中でいつもお話しする内容があって、普段の講演会は30分ぐらいやったり90分ぐらいやったり、会場によって場所によって時間もまちまちやけん、話す内容も少しずつ変わってくるとけど、この YouTube 動画として何作にも分けて普段子供たちや大人の方々に受け取っていただいとる講演もこの YouTube 動画としてもアップしていこうと思います。まず一つ目は、俺の43年間生きてきた人生の子供の頃の話からさせていただきます。長崎県西園木郡時津町っていう町で生まれ育ちました。小学校中学校と町立の学校に当たり前に通いました。高校から県立の進学校に行きました。別に大学に行って何かの勉強して何の仕事に就く目標や夢があったわけじゃなくて、受験したら合格したけんそこに行きました。高校生の頃、おとなしかったっていうか暗かったっていうか、勝手に自分と周りの人の間に壁は作ってですね、嫌われとったじゃなかろうかとか、面白なかって思われとったじゃなかろうかとか、勝手に自分で壁は作って、結果友達のほとんどおらんかったとですね。ただ部活が楽しくて、俺は柔道部に入っとったんだけど、その部活が楽しくてですね、学校に行って部活の時間を過ごして、家に帰ってまた朝起きて学校行って部活しての繰り返しです。国立大学、また難関私学、大学に行くっていうことが当たり前の進学校によって、自分もそれ以外の選択肢なんて考えたこともなかったです。柔道部の最後の大会の終わって、そしたらいよいよ受験モードに入っていって、センター試験まであと何日、その日々が俺にとっては辛かったとですね。目標もなかし、何にもなかけんが、ある日学校ずる休みしたとですね。そしたらそのサボった日から急に学校に行くことが苦痛になりました。ほとんど学校に行かず、高校3年生の時の後半半年間はほぼ不登校っていう状態だったです。その不登校で家にずっとおる中で、ある今思えば夢っていうものと出会ったこともありました。俺はテレビゲームがきっかけで競馬が好きで、でももちろん長崎に競馬場もなかし、当時インターネットもなかけんが、テレビで見る競馬は大きなレースだけ。高校生の頃、月々のお小遣いの中からですね、ある一つの雑誌は毎月買えたとね、優春っていう名前の JRA が出しとる雑誌です。馬券がどうとか、馬券の取り方とか、そんなことじゃなくて、サラブレッド競走馬たち、そしてそこにまつわるたくさんの人たちの物語のいっぱい詰まった雑誌でね、もう隅から隅まで読みよった。その中に競走馬、そしてレースに出走するときに乗るジョッキー以外にもたくさんいろんな仕事があるっていうことを知りました。そのうちの一つに厩務員というお仕事があります。簡単に言ったら馬のお世話をする人ですね。おいわず運動神経もようなかし、勝った負けたにもあんまり向いとらんし、でも厩務員っていう仕事やったら、この自分が憧れとる競馬の世界に携わるその仕事ができるかな。ただその厩務員になるために専門の学校に行ったりする、そこに飛び込む勇気のなかったとですね、厩務員になってみたかな、でもな怖かもんな、結局その夢は夢と認識することもなく終わりました。そうやってせっかく見つけた目標からも逃げ出した自分も情けなかったし、学校に行くっていう当たり前のことのできとらん自分も恥ずかしかし、毎日自己嫌悪自己否定の日々の中でした。なんで自分なんかに生まれてしもたてやろう、あの人はよかな、この人はよかな、なんで自分なんかに生まれてしもたてやろう、人のことばっかり妬んで
文句ばっかり言うて、口ばっかり自己弁護ばっかりで、そんがん自分のことがますます嫌いになっていって、毎日がネズミ色やったし、将来のことなんて考えることもできんかった。もう消えてしまえたかなって思う日々もありました。たまたま卒業することはできて、センター試験で奇跡が起きて大学にも合格しました。長崎の隣にある佐賀県の大学に行きました。その佐賀の大学で俺は人生の変わるものと出会いました。この後ろにあるギターたち、アコースティックギターですね。次回はギターと出会う前、ギターと出会ってから、その時の話はしようと思います。おうちで健太の講演会、これからも何回も何回も続けて投稿していきますけんが、どうか聞いてあげてください。この話は聞かしたかなっていう人の顔が浮かぶならば、もしかつての俺と同じように苦しかったり辛かったりしとる状況のある子供たちが近くにおられるならば、よかったら届けてあげてください。一人でも多くの人の人生の幸せのお役に立てますように心を込めて伝え続けていきます。明日12月5日はですね、ちょっと面白いお言葉しますよ。面白いが動画は投稿しますよ。俺は楽天イーグルスが大好きで、そのイーグルスの選手の出身校当てクイズっていうものがね、作ったわけですよ。まあ楽しかったとさね、面白かったとさね、自分でもクイズを答えても面白かったし、編集しよっても面白かった。編集がめちゃくちゃ大変やったとよ。自分で編集しよったけど、大変すぎて、長編すぎて、前編後編に分けることにしました。明日はイーグルス出身校クイズ前編です。めちゃくちゃ楽しかけんね。明日の夜7時19時に公開します。どうぞ見てあげてください。いつも見てくれて、応援してくれて幸せです。歌い続けていきます。伝え続けていきます。心からありがとうございます。それでは源太でした。さよなら。